毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう、頂上やりましょう。ではね、いきます。選択チャレンジね。さあ、センチャレ押しましたよ。ルガール出ないかな。まあ、今日からなんですけどね。ルガール、前の2戦も言うてるけど、2戦じゃない、全部言うてるんですけどね。友人さんね、先生は取った。さあ、ルガール来てくれ。いまだにその動いてるルガール見てないんでね。わあ、マイやったかな。今何気なくタクマ押したけど、マイやったかも。なんなんこれ、坂崎しか来んへんねんけど。坂崎縛りやめてくれる。まあ最後は今日来ましたけど。UR1 体ですね。オロチと、マキ出た。マキロバート、K ダッシュ。うわー、キッツ。マキがね、暴走、カメ、クマ、ヘビ、トラは熱室強しかいないからやめる。固めに行くか。これで行くか。じゃあ、坂崎親子出そうか。固めに行って、暴走でやっぱ、出ないよね。めまい。なんでや、暴走。君だけやで、スキル出てないの。ここ、テリー溜まるかな。溜まらない。助かった。うん。よし。必殺打てるね。暴走だけが出ない。綺麗に出ない。よし、めまい。いいぞ。まあ、これやったらスキル出なくてもいいよ。まあでもスキル出てたらもうこのターンで打てるからね、必殺を。大きな違いっすよね。ここは、ちょいか。前スキル出てたかな。まあでもテリー打ってくるからこういくか。よし、暴走スキル出た。ナイスやね。このちょいは調整。テリーは溜まってるけど、マイはスキル出てたっけな。あー、これマキ溜まるやつやな。マキ溜まるっすね。ほら、やめて暴走。なんでかな、これもう本当に。チートもええとこやで、マキ。なんでかな。もう、まあまあまあ、こういくしかないよね、じゃあ。うん、ここは調整しながら。これ多分調整できないですね、向こうの人。そうですね、件数はちょい使えないよね。なんで使えるの？嘘、やばいやん。暴走やられるんちゃうの？なんでちょい使えたの？さっき下げたけどな。やけどでもしかして怒り回復した？これひどない、これ。ほんまに。ひどない。こんなもんどうやって勝つの？熱室強とルガールで倒せるかな。これでいきます。マキね。これで、クリティカル。ワンチャンあるぞ。よし。倒しましたね。ほんなら、ちょっと待って、マイクリティカルはいらんて。こうか。うん。とりあえず、チズルにしといて。もうでも、暴走やられてるんでね。めちゃめちゃ不利やで、これ。暴走がもう、無様にやられていったな。さあ、ここはロバート。ルガールは半分あるっすね、HP。もうこのマキの強さやで、これ。チズルになっても必殺を使えるっていうね。強すぎる性能が。ルガール復活して、攻めて。ないんか。両倒されましたね。2代目は、あれっすね、ちょいに飛ぶから、ここは2代目は使わない。うん、いやもう今日がでもこれ沈黙しててもうどないしようもないな、ほんまに。どないしようもないですね。まあこういくしかないか。これでとりあえずオロチは倒すが、うん、挙句の果てに復活やって。これ沈黙入れた。オロチこれ必殺打てるんかな。いやもうめちゃめちゃやでこれ、ほんま。めちゃめちゃっすわ、マジで。めちゃめちゃ。マキにめちゃめちゃにされた。僕今2体しか倒してなかったな、ほんで。もう一回行こう。ちょっと無理ゲーすぎましたね。暴走が1ターン目にスキル出てるとね、また展開は変わってきたと思うんですよね。必殺打ってこう攻めれるんで。まあ、なんかそのスキルが出るか出ないかで大きく、後に変わるっていうね。まるでバタフライエフェクトっすね。じゃあマキ取ろう。LR 来た。バタフライエフェクトっていうのは、蝶が羽ばたくと地球の裏側で竜巻が起こるっていうね、ことなんですけど、わー、そんなん言うてたらもうギースが来たやん。もう終わった。
マキとかもいらんねん、こんな今時、今さらギースやって、とりあえずやりますけど、もうギースでかくなったらやめます、時間がもったいないので。マキ置いとこう、まあ、これでいくか。一応ね、イグニスがおるから状態上解除はできそうかな。あーもうこれ空手までおんのかほんまに空手までおんで、挙句の果てにね。タクマは使わないが状態上入れたいな。状態上ここでないわ。空手これゲージ溜まるんじゃないの。うん、リュウコランブね。こっち猫っすね、猫レオナか。お、マキー来てる。ちょ待てよ、マキーが生きてる。お、ちょ待って、見えた、ゲニコと猫で倒せる、ナイトメアを。見えた見えた、で倒せるっすね、完璧に倒せるな、これ絶対倒さなあかん。さっきゲニコっすね、見えました。で猫使ったらナイトメアに飛ぶから、これワンキルできないが、マキが打てる。で、とりあえずナイトメア倒したんで、ここ暴走を倒しに行こう。こうっすね、暴走当然倒して、倒しに行こう。よし、まだあるぞ、全然あるぞ。これはナイトメアも暴走も倒しましたね、むしろ有利か。クリザリッド来た、ベニマルクリザ。これあれっすね、空手を先にも踏ん張り使わしに行くっていうのもありかな。雷光剣そこでいいの。今の雷光剣イグニスに打って通常攻撃でマキ倒す方が効率良かったと思うけどな。まあいいか。っていうか倒せんじゃない、え、っていうか空手倒せるんじゃない、これ簡単に倒せますよね、どう考えても、どう考えても空手を倒せる。おお、もう勝ち確やなこれ。ヘビーディ、しかもベニマルここ打てないでしょ。うんですね、こんなもう猫がいるから、でもね油断したらあかんな、ここは。まあ、一応猫は使わん方がいいね、ここ油断できない、使わない方がいい。うん、こういっとこう、猫使うと今のベニマルに飛ぶからね、でベニマルなんか倒してもしゃあないしって感じかな。いけましたね、うおー、ナイトメア相手にやりました。猫がやっぱりうまいこと飛ばせたんで、まあ、それが大きかったな。ナイトメアにあれでかくなられてたら多分倒せなかったから、そこをうまくつけたっていうね、感じでした。ってことで今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。